ッチは絶好のコンディションです。いよいよキックオフです。ディバイオ、ミロネビッチ、ジニアール、センタリング。ディバイオ、スペースを埋めないと、ファーサイド。キラーパスになるのか。アルメイダ、バロータ、つながればチャンス。ファーできた。カット、攻めきれない。さあどちらがボールを支配するのか。前半15分、ジニアール押し込んだ。ヘッドでパスを送る。シュート、センシーノ、ストリーマー、果敢にスライディング、スペースを使う。ジェトゥタッチに逃げます。ここから棒を攻める。コーナーキックになります。サルトを止めた。前半あと10分です。ボールが心地よさそうに芝を転がります。放り込んできた。抜かれた。ここで折り返す。アルメイ、
スローインです。前が空いた。ジェトゥ、おっと奪った。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、非常後半戦開始の笛です。エスピナス、さあここからどう攻める。先進姫です。ジニアール、危ない、折り返した。チャルトウ、ニアを狙った。コーナーキックになります。さあチャンス到来。体を入れてきます。ジャンプ、出た。ここからどう攻める。中に絞ってきた。ジャンプ、シュート、カットできるのか。シュート、ハイボールを競り合う。頭でつないでインターセプトを狙う。頭でつないで落ち着いて対処します。シュート、後半20分経過。まるでボールを持った仮面舞踏会。いいパスが出た。待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。さあもう一度見てみます。ピッチを優雅に徘徊します。危険なタックル。選手交代がありました。ファビオ・カンナバー、ヘッドでつないで、姫です。スライディング、スローインです。
右へサイドチェンジ。おっと、足がかかった。これはイエローカード。熱くなるのはまずいですよ。センシーヘッドでつなぐディバイユ。さあどちらのボールになるのか。ナイスファイト。ジニアール。コーナーキックになります。さあチャンス到来。シュート。ビロネビッチ。ピッチを優雅に徘徊します。あと5分です。バローカ、ボールを囲んでいきます。中へ放り込む。センシーノ。ペースを埋めないと。放り込んできた。ここはキーパーがキャッチ。ヘッドパス。おっと、試合終了のホイッスル。時間切れ、引き分けです。手に汗握る熱戦でしたが引き分けに終わりました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってます。いよいよ試合開始です。スローインです。
10分過ぎました。ヘッドでつないで、キラーパスになるのか。ここで折り返す。油断できません。シュート、キーパー正面。さあどちらのボールになるのか。攻撃を組み立てます。取り損ねた。キーパーに阻まれました。コーナーキックを得ました。ルブフ、カベンス、前が空いた。ジャンプ、ヘッドでシュート、キャッチできない。コーナーキックです。前半30分経過。さあどちらのボールになるのか。スビルチェブスキ、ブロワ、スローイン、いいパスだ。シュート、バンブル、大きく前方にクリア。ゴールキック、横にそれてしまった。果敢にスライディング、ルブフ、ドリブル、ヘッドでつなぐ。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半開始の笛です。
ヒメレス。スローインです。さあここからどう攻める。エリアに虹をかけます。さあこのまま攻め上がれるか。スビルチェブツキ、スペースができている。ジャンプ、攻めきれない。後半10分経過。スローイン。これはミスキック。さあここからどう攻める。スローイン。意図がわからない。繋がればチャンス。シュート。コーナーキックを得ました。多彩な攻撃を見せてくれるか。中に絞ってきた。キーパーに阻まれました。敵に当たってしまった。コーナーキックを得ました。スペースを埋めないと。スローインです。フリーにさせてはいけない。これはちょっと危険なプレーでした。壁の選手は揉めているんでしょうか。試合時間は75分が過ぎました。センタリング、これは危ない。中へ上げた。
華麗なドリブル。スローインです。ドリブルで上がる。中へ放り込み、ヘッドで合わせた。ナイスセーブ。ここで両者無得点のまま試合終了です。ゴールを決めることができませんでした。引き分けです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ得点を見ることはできなかったんですが、守備陣は素晴らしかったですよ。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。さあ、キックオフです。スライディング。スローインです。ソマーム、ディフェンダーに当たった。取り損ねた。さあここからどう攻める。ヨウ、10分過ぎました。これは気をつけないと。中へ上げる。シュート。これはゴールキック。シュート。ゲブン。折り返した。ヨウ。Gracias.
カストロ。さあここからどう攻める。これはゴールキック。これはピンチ。空中戦ヘッド。ガビオシュート。イバロフ。コーナーです。シュート。いけ。これは決めた。華麗なドリブル。スペースを使う。ジャンプ。攻撃を組み立てます。シュート。バロータ。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。さあ後半戦が始まります。ナイスファイト。フリーにさせてはいけない。センタリング。おっと、ここからシュート。イバロフ。これはコーナーキック。ハイボールを競り合う。シュート。さあここからどう攻める。危険なタックル。
チ。後半15分経過。前が空いた。さあここからどう攻める。ダビザス。シュート。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。コーナーキックです。ハイボールを競り合う。これはコーナーキック。さあチャンス到来。ジャンプ。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。これはゴールキック。キックミスでしょう。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあここからどう攻める。コーナーです。さあセットプレー、何をやってくるのか。キーパーに抑えられました。ダイヤン。ハイボールを競り合う。ダイヤン。繋がればチャンス。ここで折り返す。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。バローカ。果敢にスライディング。流れを止めた。ロベール。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。
なるほど。どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは。Thank you.